通行禁止道路通行許可証とは、道路交通法第8条に定める通行禁止場所を通行することを特別に許可した場合に、道場3に基づき、その禁止場所を管轄する警察署長が交付する許可証。通常、道路交通法第8条による通行の禁止は一律に対象車両について適用されるが、沿道に車庫があるなど事情によっては、 一律の禁止が不適当であるため、対象、日時などを限定して、通行を許可する制度である。自動車運転支障行為処罰法の施行により、自動車、原動機付き自転車を運転し、自転車歩行者専用道路等の規制に故意に違反して、交通事故を起こし人を支障させた者は、危険運転致死傷罪として、最長で20年以下の懲役に処され、 また運転免許は、基礎点数45から62点により、免許取り消し、結核期間後から8年の行政処分を受けることとなっており、沿道に車庫があるような場合は、標識の見落としなど過失を主張するのにも難があり、通行禁止道路から自動車、オートバイの車庫の出し入れをする住人は、許可を受けないか、または、許可が失効している場合に、人身事故を起こした場合、 無保険運行や無車検運行と同様に遠慮なく、法による厳罰をこむることとなるため、おざなりにせず許可を受けることが強く推奨される。なお、歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路のように自動車、原動機付き自転車の通行が一律に禁止されている道路においては、歩行者は道路交通法第13条の2の規定により、第10条の歩道など通行義務が、 適用除外され、道路の中央を歩行者が通行することが許される。そのような場合において、軽車両が禁止対象から除外されている場合や、本項目のように自動車等が通行禁止道路通行許可証を受けて通行する場合にも、歩行者に対する優先を主張できない。特に歩行者に注意して、常に徐行し、歩行者の横断や通行の妨害となるときは、軽車両。 自動車等が停止しなければならない。通行禁止道路通行許可証許可申請書と一体になっている表彰前面の行き先表示の脇に通行禁止道路通行許可表彰を掲出した路線バス通行禁止道路通行許可証と通行禁止道路通行許可者と書かれた表彰の2点セットで交付され、全車は許可された通行禁止場所を通行するときには車両に備え付け、 後者は許可された通行禁止区間を通行するときに車両の前面から見やすい場所に掲出する。なお、許可を受けた通行禁止道路が歩行者専用道路の場合、表彰は歩行者用道路通行許可者という文字になる。許可される区間は合理的な必要最小限の区間となるので必ずしも最短距離である必要はない。期間も必要最小限の期間での交付となるが、 自宅車庫前が通行禁止道路である、登校上的に許可を必要とする場合は、最大3年間を限度としている。もちろん3年後にもやむを得ない理由が継続していれば、再申請し、再度許可を受けることが可能である。許可証及び表彰には、主たる運転者が記載されるが、それ以外の運転者が運転する場合であっても、 申請書に記載したやむを得ない理由に該当する場合は効力を有する。ただし、他の車両に対しては一切使用できない。カーシェアリングサービスでは、ステーションが通行禁止道路に面している場合、許可証が車内に備え付けられる等の対応が行われている。2014年7月現在は、都道府県公安委員会が設置した道路標識。 道路表示による規制に限られている。なお、危険運転致死障罪は、自動車、原動機付き自転車の通行が一律に禁止されている、道路が対象であり、大型車通行止め、二輪の自動車、原動機付き自転車通行止めなど、自動車、原動機付き自転車のうちの一部の車種を指定して、通行止めとしている場合は、対象ではない。詳細は、自動車の運転により人を死傷させる、 行為等の処罰に関する法律を参照。タイムズときめき坂ステーション。カーシェアリングのタイムズカープラス。2019年4月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月15日閲覧。ありがとうございます。